二色のお旗を詳細に描いた絵図、宮さん宮さんは、1868年頃に作成された、軍歌、更新曲である。とことんやれ武士もしくは、とんやれ武士とも言う。作詞は、品川や次郎。作曲は、大村松次郎とされているが、確証はない。事実上、日本初の軍歌と言える。歌詞は、母親戦争での新政府軍の規制を描いている。歌詞の、 宮さんは、母親戦争時に新政府の総裁で、東西大総督でもあった、有栖ス川の宮たる人新郎を指す。慶応4年に1月、薩摩藩、長州藩、土佐藩の三藩を中心とした諸藩から編成された、新政府軍は、賭場、伏見の戦いで、旧幕府軍と戦い勝利した。翌月には、新政府総裁の有栖ス川の宮たる人新郎が、 東西大総督を兼務して、明治天皇から、錦のお旗と窃盗を授けられ、東海道の新軍を始めた。覚えやすい歌詞と明るい曲調により、新政府軍の兵のみならず、広く、人々に愛称され、後には、小学唱歌などの歌集や、尺八、銀的などの楽譜にも収録された。宮さん宮さんは、ギルバートサリバンのオペレッタ、ミカドにも使われている。 ジャコモプッチーニの歌劇、蝶々夫人では、山鳥港のライトモティーフのように使われている。ズバリ、あんかけの時次郎そのものである。また、第254話の終盤では、本曲の歌詞の内容と、官軍行動隊長の増光久之キの、挑発的態度に激怒した時次郎が、久之ウに近敵蹴りを食らわすというシーンがある。ありがとうございます。